それでは面接を始めます。右端の女性の方からお名前お願いいたします。はい、私は山野のぞみと申します。よろしくお願いいたします。山野さんね、はい、よろしくお願いします。次の方。はい、鳥野さとるです。よろしくお願いいたします。はい、鳥野さん。はい、はあ、あー、ごめんなさい、これ面履歴書、鳥野さとるさんの履歴書だよね。これ顔写真がちょっと顔が全然違いますね、これ。はいはい、なんで全然違う。鳥野さとるさん。そうです。顔写真ちゃんと貼った？あ、実はですね、私、鳥野さんの代わりに来ました、河野と申します。は？代わり？はい、代わりに面接を受けさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。あ、え？は？代わりに面接を受ける？あがんに決まってるよ。何を言ってるんだ、君は。帰りなさい。あ、実はですね、私、就職代行サービスの河野と申しまして。就職代行サービス？はい、悟さんからご依頼を受けまして、本日来ました。は？何を言ってるんだ。ご依頼？就職代行サービスってなんだ？退職代行サービスってご存知ですか？ああ、辞めるときに電話入れたりしてくれる？はい、弊社そういうのもやってるんですけども、就職代行サービスってもやってまして、そのご依頼を受けたので、代わりに面接に来ました。よろしくお願いいたします。帰りなさい。絶対に帰りなさい。え、なんでですか？ええわけないや。就職代行なんかしていいわけないや。なんで？なんでじゃない。わからん。え、君の面接をして、で、我が社が、じゃあ採用でって言ったら、違う人来るんやろ。いいわけないや。あ、いや、その履歴書の人が来るんですよ。わかってるよ。で、受け答えしたあなたが来るわけじゃないやろ。びっくりするやん、こっち。入社の時に、バーって来て。鳥野さん、あれ顔、こんなんだったっけってなって、あれ、違う人なのって、もしこの段階で分かってなかった場合、ゾッとするわ。入社の時に分かるんやろ。誰だ君はって。面接をどうやって突破したってなるよ。面接の時の顔違うじゃんってなるよ。あ、いや、その点は大丈夫です。入社式も代行プランなので。は？あ、入社式代行プランもやってまして、そのオプションも付けられてるんで、入社式も私が行きます。なんでやねん。なんで入社式までお前が来んねん。ほな、お前が入社してるやん。いや、私は代行なんで違います。ほんじゃ、その入社式はお前で、で、そのいざ入社して研修とか始まったらお前じゃないん。あ、いや、研修代行サービスもやってますので、私が行きます。おい、どんだけ代行するつもりやねん、お前。研修も代行するんかい。はい。なんでやねん。なんで関係ないやつに、うちの研修で営業のノウハウとか叩き込まなあかんねん。ノウハウ？ノウハウわからんのかい。ノウハウ？ノウハウわからん、こいつ。務まるかな、ノウハウもわからん君に、就職代行が。無事受かることできるから、この面接を。ノウハウを叩き込む？なんで知らんねん、ノウハウ。叩き込む？確かに変やけど、叩き込むって。そう言われたら、ね、叩き込むって。叩くのみならず、込む。調理工程？調理工程ちゃうわ。確かに調理工程っぽいな。叩いて味染み込むから、叩き込んで、この鶏肉にごま油と塩と入れて叩き込んでください。みたいな、ありそうやな。ありそうですよね。ありそうですよね、ちゃうね。乗ってくんな。帰れ。意味わからんから帰れ。お願いします。面接を受けさせてください。受ける価値もない。もう不合格決定。だってお前が研修して、うちの営業のノウハウを取って、で、どっか行くんやろ？はい、行きます。その後にサトルさんが来ます。あかんねん、それが。なんで面接も受けてない、入社式も来ない、研修も受けてないやつが、その後、業務入ってくんねん。邪魔でしょうがないわ。しょうがない。噛んだだけ、今のは。ノウハウ？ノウハウつかかってくんな、まだ。検索しろ、ノウハウスペース、意味で。叩き込む？叩き込むもええわ、もう。もう帰れ帰れ、もう。こんなサービスするな。退職代行サービスとかそういうの受けられない。頭の固い、老害め。なんてこと言うねん、こいつ。なんやこいつ。受け入れるわけないやろ。なんてこと言うねん。不合格決まったからって。ほんでわし、退職代行とか別にそんな嫌がってないよ。まあ、時代かなとか思ってる。就職代行の時代はない。わかったか。はい。じゃあ次の方自己紹介どうぞ。はい、クジラ先生です。お願いします。クジラ先生？え、待って、君、何？誰？面接です。面接ですじゃなくて、何してんの俺。3人目の人の履歴書、野口英世っていう名前だけど、何？クジラ先生です。何どういうこと？野口英世は？千円札と同じ名前の。不合格で帰りなさい。よって2人が不合格になったので不戦勝で、山野さんが合格です。やったー。ミミズだってモグラだってアメンボだってみんな接続してるんだ、友達なんだ。